2021年新ヒーロー誕生。主演は純烈。スーパー銭湯のアイドル純烈。しかし彼らにはもう一つの姿がある。 W チェンジカモン。温泉の平和を守るヒーロー純烈ジャーなのであった。温泉の向こう側から全世界の者たちに告げ、もっと大量のエキスが必要である。女王フローデ悪さ。それでは皆さん死んでもらい罰。お前の今の心は純でも烈でもねえ。ヒーロー以前にな、純烈失格だろ。スーパー銭湯のアイドル純烈がヒーローになって登場。豪華キャストで送る歌って踊ってラブな特撮ムービー。日本の温泉は彼らに託された。負けてたまるか。スーパー銭湯純烈じゃ。